さあメインイベントはもちろんそれに匹敵するものを見せなくてはいけない両者、ジョン・リエル・カシメロ VS サウル・チャンス・サンチェス、10回戦が始まりました。まずは第1ラウンド、まあカシメロのコンディションも心配されるんですけれども、さあおお、いきなりいった、手をついた、あっとしかし右を入れた、あっ手をついたか、手をついたか、どうだ、ダウンか、ダウンです。エッジェスもいいカウントあったんですけどね、カウントに、いやさすがカシメロ、攻撃力ありますね。いきなりだ、まだ30秒経っていません。まずはダウンを奪ったのはジョン・リエル・カシメロ、まあなんとかちょっと手を思わずついてしまったというようなことになりましたサンチェス、ただカシメロはかなりかかっています。サンチェスの方はランキング、世界ランキング入りはしているんですけれども、こちらはバンタム級でのランキング入りということで、まあ階級で言いますと岩瀬さん重いんですよね、はい、そうですね、まあ、このあたりはまたこちらのコンディションもどうかというのが気になります。いやしかしカシメロの方はキレありますね、やはり序盤強いですねカシメロ、いきなりダウンが奪われました。まあただそこからサンチェスの方もいいパンチを返しました。ちょっとこれは目が離せません。なっちゃう、ジャブ、ここで左フック、これサンチェスこれ得意なんですよ、もうためを作らずに左フックうまく打ち込めるんですよね、今度はボディに打ち込んでいくカシメロ、少しペイントを入れましたサンチェス、そこに対して2回目、サンチェスも返した、あ左、カシメロの左が火を吹いた、2度目のダウン、サンチェス立ち上がれるか、うなずいた、立ち上がりました、ね、残りは1分、さあカシメロが来るか、仕留めに来る、サンチェスしのげるか、攻勢一方か、いや返す、いいですね、返せる、そこに打ち込んでいくサンチェス、いやカシメロ、カシメロが集めていく、左が入った、ちょっとサンチェス力ないですね、ただタイミング合ってますね、左フック右から、残りは40秒、少し落ち着くか、いやまだ効いている、まだ効いている、今のクリンチャーサンチェスうまかったですね、2度目のダウンは思い切り効かされました、残りは30秒、左を返した、右、カシメロがまた来た、このラウンドどうでしょう、しのげるか、あ止めた、終わった、そして余裕のワンハンドプッシュアップ、リング上はお祭り騒ぎ、ジョン・リエル・カシメロ1ラウンドテクニカルノック。